なんか顔がすでに完成されきってんの面白すぎない？そうか、鼻の色もいじれるからな、今作。よく考えたら。すげえ。ワリーを妖精になってもなんか意外と、よかったよかった。大丈夫ですよ、私、怪しいやつ。助けてくれ、ありがとうね。俺だよ、えい、アイルフの飛躍。うわ、シルエットクイズか。どうなんだろう。シルエットシルエットってどうなるんだ。とりあえず輪郭とかを分かれば大丈夫。輪郭とか分かってればシルエット当てれる。多分。はい、1問目。あ、ウィッグついてんのか。ウィッグついてんなら楽だわ。ウィッグついてる分、まあ、分かりやすいわな。リリア様だ、これは。はい。でも逆にウィッグついてたら分かんないな、か。いや、これもリリア様の固定でしょ。髪が広がってるのはリリア様しかいないからね。リリア様2連続ですよ、ちょっとあなた。はい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 。これはスッといっか。ウィッグついてる。チヨちゃん。ウィッグついてる組は大丈夫だよ、さすがに。それはいけるよ。うん。よーし、今日もアブさんに勝った。俺が失敗したのラクダだけだわ。え、水。うわ、おたまん、優しいゴーレム。お前、ここに思うのか、優しいゴーレム。おたまんってなんか可愛いな、名前。優しいゴーレムもおるけど、ついでに。優しいゴーレム、ここで出てくんだ。まあ、でも大丈夫だと思うけどな。見えるか、クラッシュ。あとは二人、暗いか、投函。扇風機か、エーペチ。でも優しいゴーレム砂漠の敵だけどね。あーれー。大丈夫だよ、避けて。あーし、あとは東華さんが動いて、動く前に。大丈夫か。あー、よかった。あー、まだメルティア。よーし、大魔王とアルパは城にいるって。そうなの、火山の城よ。東の果てにあるとか。もうどんどん東に行ったからね、自分たちの旅。東にしか行ってない。ケンシロウに聞いたのね。でもね、今は行けないの。え、なんで。魔法で道を隠してるから。迷い込んで危ないでしょ。じゃあその魔法で道を隠、その魔法を解いてもらうってことか。まあ理論的に言えば。エルフの飛躍飲んでるよ。ごくごく。これはか、体に森が広がっていく。ようやくは口に逃がして言うけれど、この薬、美味しさも極めている。このお薬、毎日飲みたーい。おや、私は美食が日記。最高の料理、料理っては言わない。エルフの飛躍、それ。さっきもらったわ。ありがとう。ねえ、あなた、ん、村を救ったらどうするつもり。大魔王とアルプを追いかけるよ。まあ、それですからね、他の仲間たちも助けないといけないからね、もちろん。あら、そう。行ってしまうの。それで、え、わかってるわ。火山への道ね。行けるようにします。約束ね。ありがとう。まあ、でも仲間たちどうしてんだろう。他の仲間たちもな。ん？見えるか？ひどいことしてごめんね。お前これからもするでしょ、でも。でもさ、お前これからもするよね。多分。そんな気がするんだよね。あ、よかった。でも、でもさ、俺分かっちゃうんだけど。また人間逮捕するよね、絶対これ。俺先がごめんだよな。どうせまた人間逮捕するでしょ、とかさ。まあそういうキャラなんだけど、そういう職業なんだけどさ。何？初めてなのさ？レビーム。おっと？え、どう、敵が多いな、確かに。あ、ビーン！おお、マジックポイント全部使いやがった。さあ、果汁の靴にね、もう一つアイコンがあったんで来ました。泣いてそう。絶対泣いてるよ、あいつ。超野々村。なんか泣きそう。すでに泣いてそうやわ。超野々村。ああ、いいね。ここでもういきなり雑魚処理できるのすごいありがたいな。鼻息でもう雑魚処理じゃん。でんでん。いきなり雑魚処理できるのすごいでかい。さあ、超野々村。号泣会見でいきましょう。見えるか？
任せい。普通に突っ込むやつ。はい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 。扇風機。何？あ、ブレス強。ブレス強い。トーカランシャーン。おーおーおーおお、味方に当たんなかった。味方に当たってたらまた仲悪くなるね。さっきミヤルカちゃんと仲良くしたけどさ、また仲悪くなりそうな気がするもん。このままやってると。ゴー。いきますわ。はい。ミヤルカ、普通に殴っていく。普通に A ピッチをしていく。ちょっと待って、安全地帯使おう。もう。誰か危ない。なるほどね。こういう感じで危ないんったら、行動した後は、暗いかかん行動した後。この二人行動した後だな。振りかけで頑張ってもらいましょう。見てください。振りかけ。999です。マックスまで行きました、なんと。なんと到達できるマックスまで行ってしまいました。早くも。なんか2500人倒すと、もう999なんですよ。この序盤でこんなんしたら、それは勝てますよ、みたいな。まあ、振るっていきましょうよ。トーカさん、ガチャンって構えたね。あ、いいね。至近距離で撃つなよ。気を抜いちゃダメよ。ご褒美よ。ね、ご褒美よって何今の。ちょっと女王様キスあんのあいつ、もしかして。スラッシュ。あ、まだ耐えるか。ね、でも終わる終わる。さすがに暗いかが行動。あ、これはいったな。あ、いける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 。いいね、後ろから撃った。この野郎野々村悪ふざけてしかない。顔がもう泣いてんだよな。いや、もう号泣解禁やな、これはまた。キャじゃないんだよ。って言わないか、ここは。キャじゃない。怖かった。ルーシーさまでそう、助けてくれてありがとう。骨にこれあげましょう。はぁ、死神だ、出た。恐ろしいとこを紹介しましょうか。じゃあこいつ、死神、僕を恐れている理由を一つ紹介しますね。これバトルスタートするじゃないですか。死神の素早さがですね、100超えなんですよ。はい、ドン、ズドン。こんなんおかしいでしょって話なんですよ。お、敵討ち。こいつ結構反則な能力持ってまして、ほぼほぼ確定で先制してきて一人を即死攻撃させるっていうとんでもない能力の持ち主です。で、魔法攻撃が効かないっていう特性を持ちます。なんで物理で攻めるしかないっていう、もう恐ろしいですね、こいつ。もうなんでこんなのがいるんですかね、本当に。もうミートピア始めたばかりの最高の初見殺しがこの死神です。どうやってするかっていうと、応急ダンス。踊りましょう、死神さん。高確率で止まる。ほぼほぼ高確率で止まってくれる。あーれー、死神は釣れない。高確率止まるんだけどね、比較的。いや、本当はね、守りの、おーい、え、命の釣り。あー、そういうこと、そうなんの。トーカー起きてー。起きない。残念、トーカーは倒れたまま。安全地帯使う準備をした方がいい。一人ずつ削られちゃうんで、こうしないと。本当は守りの振りかけっていうバリアを張れるやつがあるんですけど、それがない以上は仕方ないな。これ、何これって話ですよ。ちょ、これ何なの本当に。やばいでしょこれ。やっちゃいけないぐらい死神強いんだよね、このゲーム。まだ一体出てくる部分はありがたいけど。いや、もうこいつは恐るべき、許してはいけないわ。トーカさん、ビーム。ビーム強いんだけど、MP がもうさ、からっきしになっちゃうんだけど、それすると。もうほら、ゼロになってんじゃねえかよ、お前、MP。早いんだよ、MP がなくなるのが。それを振りかけて供給してるんだけどね、これ。まあ、それを振りかけ500あるから供給してんだけどさ、こっちは。振りかけ強えな、こうしてみると。戦車の燃費悪すぎるな。使いづらいな、確かにこれ。そやったら自走車じゃ絶対使いたくない職業かもしんない。それはナンバーワンだわ。さあ、ついに、わー、お姉ちゃん、え、
小池美香、どこなの？あっちから聞こえた。もうボスやね。一番ハスの湖の採用には来てるから、もうボスだな。でも、理論的にさ、もう、この参照的には最後か？あー、やっぱり。あ、ばばばば、マスクしてる。うわ、でっかー！小池百合子ガエル。なんで腹にマスクしてんねん。うわー！大物来たなー。なんか、すげー大物が来たなー。とりあえずザコ敵をオタマンから処理させていただきましょう。いきますわ。はい！あ、耐えんのか。踊りましょう。オッケー。そっか、雑魚を止める分には成功すればいいんだけどね、オッケーダンス。釣れない。釣れない。いまいち。天然。おーい。おーい、どこを狙うんだ、君たちは。あ、振りかけとか使って、透過さんがレーザーしてくれば。大きく息を吸い込む。もう一度。うわー、ミヤルカ半分からのか。ミヤルカちゃん下がろう。発射。よし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 。ミヤルカちゃん下がった方がいい。二回行動で息吸い込むのか。とりあえず、雑魚敵処理して。でもまあ、振りかけもあるからご利用するとは思うけどね、結局のところ。体験版の時のね、あの、やり込みはあるし、まあ、プレイではあるんで。ただちょっと待って、息吸い込んだ後の攻撃ちょっと怖いな。さらに息を吸い込む！次のターン来るな、やばいのが。やばいの来るって言ってんのに回復行動しない花は一体どういうことなのか。あー、いい格好させないまま、ディアナが割り込む。不仲そのままあんのかい。改めてどうかの行動。ま、攻撃一回増えるからいいのかな。気抜いちゃダメよ。あ！癒しのメロディー？あー、回復力かす。回復力かすやけど、そんなん使えるのか、一応。ありがたいな。次の攻撃大丈夫かな。ミヤルカは終わるまで下がっといた方がいいけど。おーい。君は一体何をしてるんだい。まあ、休憩しといていい。あー、そうなっちゃう？行動順。行動を見てからやろうと思ったのに。来るね。もう来るでしょ。来ない！安全地帯、安全地帯。あー、もうくそ！安全地帯、間に合わねえ。下げるのが間に合わねえ。下げようと思ったけど間に合わなかったわ。まさかの撃たなかったな。これはちょっとずるい技使おうかな。行くぜ。いや、これめっちゃ強い。ご覧なさい。ちょっとこれ強すぎる気がするけどな。全体バフ、デバフはやばすぎだよ。いっぺんにかけるのは強すぎる。みんな上機嫌になって。で、敵がガード甘くなるんですよ。こんな、反応は冷ややかだ。やべ、効かないやつがいる。さすがに大ボスには効かねえか。反応は冷ややかだになるんだ。まあでも味方バフだけでも強い。主人公はなってないな、ただ。扇風機！ 43。臭い息を吐き出す！うわぁ、臭い！臭い息や。どこのゲームやねん。どのゲームやねん、臭い息するゲームって。臭い息結構食らったな。まあでも上機嫌になってるからみんな、だいぶ、ほらー！戦いなさい、もうさっきから食ってばっかり。戦え、ちょっと。下がっといた方がいいか。なあ、戦えって言ってんのにも。戦え。うん？そういね。あれ？安らぐー。あ、そんなんあるんだ、馬で。戦ってくれー。せっかくステータス2倍なのに食っててどうすんだよ。今は攻める時でしょうか。大きく息を吸い込む？攻撃か。よしよし。最高、トウカさん。上機嫌。上機嫌はどんどん活かせ。あ、使っちゃった。嫌ね。癒しのメロディー。よし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 。見えるか？いきますわ。スラッシュ！いや、でも見えるかスラッシュと俺のスラッシュ大体同じぐらいの火力なのか。なんとも言えないな。基本的にミトビアのね、敵ってね、そんな HP 高くないんですよ。ボスでも。なんで、火力で攻めていった方がいい。実際は。ガンガン攻めていった方がいい。守りに入っちゃうと負けることは多いから。
もうガンガン攻めていこう。最低限でいいのよ。東海さんいけ、身長、おお、蒸気陣身長は強すぎるぞ。蒸気陣身長も、はい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 。もうこれはでも、いや、これはいった。120か30、強い。戦車強え。今回パーティーバランスが良すぎたわ。戦車強かった。さあ、この村最後のね、顔ですね。まあ、ってことは、ここの村の人とは大体捉えたってことなのか、顔。まあ、一部ゴーストライターとかはね、捉えなかったけど、マスクごと戻ってきてるから面白いな、これ。マスクごと戻ってきてる。もう、密談だからみんなと。ひどい目にあったわ、ほんと。お姉ちゃんありがとう。あんたもありがとうね。これあげれば大事にしなさい。ケーキ。ほんとだ。甘いもん好きなんかな、小池。さあ、これで3姉妹揃って全員戻った形にはなりますけども。これでみんな助けたわね。ありがとうございました。やるじゃない、褒めてあげるわ。私の旅はおしまいね。ありがとう。メルティアが仲間を抜けた。さて、あなたとはまだ続くのね。それじゃ約束通り、道を開きましょう。東に行けるようにね。するわけやね。え？まさか、ちょっと待って、え？な、待って待って待って。あれ？このムービーをまさか。またこの何とも言えないムービーが流れてるんだけど。なんかこの何とも言えないさ、すごい絵面なんだよこれって、なんか正直言うと。あ、ちょっとなんかアップしてる。ちょっとなんか一人ずつ前に出るようになってる。あ、なんか増えてる。みんな踊ってる、みんな踊ってる。みんな踊ってる。なんか絵面がちょっと平和になった。なんでかみんな踊るようになった。なるほどね。三章の人たちはこれが思い出になるな、確かに。なんかな、ミートピア特有のなんか感じだけど。あ、いいね。スクショ撮りたかったな。まあいいや、どうせサムネにしてるわ。これで東に行けんのか。ついに魔王を追い詰めた感じだね。無事をお祈りしています。大魔王から負けないでよ。はい、あ、ありがとう。これでもう魔王の異常まで追い詰めた感があるな。あ、じゃあ行きますか。